すみません、ドクターの執務室はこちらでよろしかったでしょうか。ドクターはいらっしゃいま。え、プリムと申します。以前はラテラーの護衛隊に所属しておりました。はじめまして、ドクターアリアと申します。あ、いえ、インディゴと申します。ビーグルって言います。まあ採用テストはギリギリでしたけど。こんにちは。私初めてこんな大きな移動施設に来たんでちょっと興奮気味。すみません、ドクターの執務室はこちらでよろしかったでしょうか。ドクターはいらっしゃいま。え、ラーバ術師だ。暇でしょうがなかったから、なんとなくここに来たって。ははじめまして、ドクター。私はビーンストーク、今日からここで。え、私はアンブリエル、ラテラーノ出身の狙撃手でさ。自己紹介。うちはクロワッサン。トランスポーターアイリーニです。あなたがロドスのドクターですか。ずいぶんエーギルのハンターたちからし。レッドパイン騎士団所属、ベンガ・ユス。アシスタントを担当します。よろしくお願いいたします。こんにちは。私初めてこんな大きな移動施設に来たんでちょっと興奮気味です。医師見習いのハイビスカスです。みんなからはハイビスって呼ばれてます。今日からドクターと。お客様、私に最高の笑顔を見せてくれませんか。この私、グムっていうの。君がドクターだね。ロドスのみんなと一緒にグムたちを助けてくれたこと本当に。うちはクロワッサン。今日からは正式所属になるらしいよ。君がロドス最強の戦術家。私はブラックナイト。早速だけど対決してちょうだい。俺様はイフリート。ロドスは落ち着いて暮らせる場所ってサイレンスは言ってたけど、お前らみたいな白衣のやつは大。はじめまして、新人オペレーターのジャッキーだよ。前はクルビアで補助警察。ノイルホーン、新たな装備でここに参上。さあドクター、
指示をくれ。相手が。呼びたい A6 のポプカルです。あの A6 のみんな、やっぱり喧嘩が多くてドクターも心配だよね。ポプカル、バニラと申します。訓練生としてここで勉強させていただきます。ケレ、ボリバル国民警備隊教官ドーベルマンだ。早速だが単刀直入に行こう。こんにちはドクター。私は宴、オペレーターにはまだ成り立てほやほやだけどね。どうしたの、顔をそんなに赤くして。どうも、私はメテオ、森の弓使いよ。大将、どうも、ジェイと申しやす。星熊さんに勧められてロドスに行きました。アーススピリット、地質学者兼術師オペレーターとして着任させていただくわ。マトイマル、ロドスに参上だ。戦いは全て我が輩に任せて。やあドクター。そうだ、私だ。行動隊 A4 の隊長ヤト、ただいま帰還した。新たな装備の入手経路については任務の報告書に記載済みだ。くれ、作戦当時の環境メモを。どんな役割でも全力を尽くそう。少し待っていてくれ、作戦当時の環境メモを。また昇進メダルをくれるのか。身につけたいのは山々だが、この服ではつけられる場所がなさそうだな。ともあれ、ありがとうドクター。
もっと危険や困難を伴う仕事にも挑みたいんだが、これもドクターの命令とあらば喜んで引き受けよう。部屋を自分で飾り付けてもいいか？足休めができる場所があれば十分です。ドクター、少し待っていてくれ。作戦当時の環境メモを。